はい、こんにちは。昨日ね、言った通り、これ井の方のね、両扉のところに、今来ました。それでね、あそこにトレイル仕掛けてあって、ぬかをね、みんな真ん中に置いてあるぬかをみんなタヌキがね、のしちゃうっていうことで、昨日ね、くくりを仕掛けに来るっていうことで、今日来ました。それでね、今日そのくくりを仕掛けるやつが、またね、これ井の方の、神の板、18センチ、これを、今ね、仕掛けていこうかなと思います。ちょうどね、まあ、入り口、出入り口に1個か2個、3つぐらいね、これを仕掛けてみたいと思います。前回ね、これ仕掛けて、今まだ2つ埋まってるんですけど、これ2つ埋まってて、そこはね、仕掛けた翌日に、キョンがね、これにかかってました。で、このタイプは前にも説明した通り、金具の部分がね、このネジ、これちょっとこれだけで、あとはオールプラスチックですね。この下の土台、この輪っかの方もね、以前はこの倍ぐらい大きいものでした。で、これをね、今日仕掛けたいと思います。で、荷重の調節が、前にも話した通り、このネジを、締めれば緩くなる、開けると、荷重がね、硬くなるっていうことで、こういう格好になって、少しね、こう仕掛けた時にね、こういう感じで持ち上がるような格好で、ここへぴったり収まるような格好ですね。この下のこの土台にね、それでまあ緩くこうならないと、それだからこういう感じですね。ちょっとまあ心配なのは心配ですよね。パチンって言えば自分が手挟まっちゃうんでね。これでこんな感じで、まあ動物が乗っかれば、これでパチンと弾くと、じゃあね、これを全部でね、3つここへね、仕掛けていきたいと思います。ものすごい暑さですね、本当に毎日毎日。なかなかね、見回りするだけでも本当に、大変だと思います。一つだけね、今日は穴を掘るところだけ一つだけ、今ね、撮影をやって、まあ暑いんでね、自分も手伝って、今一個だけ撮影して、あとはテキパキ埋めていっちゃおうかなと思います。はい、今ね、箱穴の前に、一箇所ね、箱穴のちょうど入り口のところへね、一箇所、掘って今埋めてる状況です。
どうすればいいのかな、こうなるから。こっち？どっちでも。溝を、あ、一応これ進行方向だからこうだよ。こういう感じでやろうかなと思ってんだけどね。こっち？うん。まあ足りるから。こういう感じかな。うん。ね。オッケー、うん、ガタつかない。ガタつかない、ね、うん、これがあんまり足もない。森しかねえのか。え、もうこの辺もいいしかない。ここにはあんまりかけない。この金具のところが一番あれなんじゃない。泥が詰まると作動しなくなるんじゃない、きっと。ここはいいでしょう、うん、塩味パイプ、うん、そこにはかけない、ね、うん。今回ね、この踏み板タイプをね、新しく、一新してね、順次、仕掛けていきたいと思います。やっぱりね、どうしてもね、このくくり金具っていうんですか、これ ここにね、泥が詰まるとやっぱり締まりきらない、ワイヤーがね、
そういうのは結構あるんで、じゃあね、とりあえずこれ一個また踏んじゃうといけないから とりあえず今ちょっと置いとこうよ、そのまんまで、うん、じゃあこれで、あとね2つほど、やっていっちゃいます、またね出来上がり今取りますんで、はい、じゃあねぬかをまた山盛りにして、入り口のところとね、こちらの入り口のところ、それでそこにね、くくりを一つ、それとこちらの入り口に、くくりをね二つ仕掛けました、これでねカメラの向きをくくりの方に合わせていきます。でね箱穴の脇にすぐ水路があるんですけど、結局ね水がねもう干からびちゃってぬかるみになってるようなところを、イノシシがねずっと向こうから今ね掘り返してるんですけど、まあ、箱穴には寄らないとというような格好ですね。それではね、この、くくり2つの方にこのトレイルを向けて、とりあえずね今回はタヌキなんで、まあこれで捕獲できるかね、やってみたいと思います。それじゃあね。今日は、ここまでとします。猛烈な暑さでね本当もう大汗ですね毎日毎日、じゃあこれで引き上げたいと思います。